ゆうたくん目標1キロ3分切り。ありがとうございます。トライアスロンファミリーチャンネルです。今日の動画は、ゆうたくん目標1キロ3分切りをちょっとね、この小学校6年生の間に目標にしてるので、今日はあのインターバル、なので1キロを、200メートルだったら、かける5ですね、200メートルを、36秒ペースが1キロ3分ペースです。なので今日は200メートル5本、36秒で5本まずできるか、これできなければ絶対1キロ3分で走ることできませんので、まずはちょっとこれやってみたいと思います。はい、じゃあ行ってみよう。行ってみよう。ではまず1本目、よーい、行きます。2本目、よーっ、よーっ、じゃあ4本目、よーい、スッ。はい、最後5本目、じゃあ出してみます。よーい、スッ。お疲れ様でした。仕事終わりにこのランはなかなかきついです。
最後30メートルが今ユーラ1キロのベストタイムがこの間上がったやつが3分17秒だったので、あと半年で17秒早くしてみせます。でも1キロ17秒ってことは100メートルあたり1秒、 1.5 秒、まあ、2秒速くなると20秒速くなっちゃうから、まあ、でもそっか、100メートルあたり今よりも2秒近く早める必要があります。もうスピード練習とあとはスピード持久力、この200メートルが36秒で1本走るのはもう楽々走れるぐらいじゃないと絶対にこれね5倍走るのは無理なので、まあでもいい練習になりました。明日はちょっとね浅草に行ってトライアスロンが世の中にどれだけ知られてるかのアンケートインタビュー第2弾いきたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。将来トライアスロンで活躍し世の中に広めるのが夢です。応援してくださる方はチャンネル登録コメントお願いします。